超音速攻撃ヘリエアーウルフ。超音速攻撃ヘリエアーウルフ。超音速攻撃ヘリエアーウルフ。エアウルフはアメリカ合衆国のテレビドラマ。エアーウルフとは作中に登場する攻撃ヘリコプターの名前。本校では続編の新エアーウルフ復習編についても扱う。 アメリカでは CBS で1984年1月22日から1986年5月29日まで全55話が放送された。日本では1986年9月26日に日本テレビ系金曜ロードショーでエアーウルフ砂漠の空を制圧、ジェット機774区間を撃破する超音速攻撃ヘリのタイトルでパイロット版が放送される。 その後、同年10月26日から1987年10月28日に、わたって、テレビシリーズを放送。その間に、スペシャル版として金曜ロードショーで1987年3月20日に、激闘ハイテク空中戦のタイトルで2作品を時間に、編集し、放送された。 日本テレビでの時間帯は1987年3月までは毎週日曜22時30分23時25分。1987年4月以降は水曜21時21時54分。ベトナム機関兵のストリングフェローホークが秘密裏に開発された攻撃用ヘリコプターエアウルフを駆使して様々な事件を解決する特撮スカイアクションテレビドラマシリーズ。 際は、パイロット版のあらすじ参照。中央情報局、CIA の秘密作戦遂行のために、悪魔的天才とも揶揄される科学者、チャールズ・ヘンリー・モフェットによって10億ドルの費用と20年の歳月をかけ開発された、マッハ1プラスアタックヘリコプター、エアーウルフ。軍関係者や連邦議会議員を招いて行われた。 展示飛行の最中に、招待者の一人に働きを正当に評価されていないと思い込んだ。当のモフェット自身が、エアーウルフで招待者たちを攻撃。モフェットは、エアーウルフと共に、リビア、日本語吹き替え音声では、北アフリカ王国へ逃亡した。開発計画の責任者で、エアーウルフの銃弾を浴び、左目失明、左足不随の大けがをした。 CIA 特別作戦部長、マイケル・コールド・スミス・ブリックス三世、コードネーム、アーク・エンジェル。大天使の意は、ビムワンパイロットで今は、三層で暮らすストリングフェロー・ホークにエア・ウルフの奪還を要請。ホークは、友人のドミニク・サンティーニと共に、北アフリカのカダフィ大佐夏の館、DVD ボックスでは、A 字幕もカフィール夏の館に変更されているに潜入。 モフェットと対決し、エアーウルフの奪還に成功する。しかし、今度はホークが、人知れぬ土地、ネバダ砂漠の、神の谷と呼ばれる地域にエアーウルフを引得してしまう。ホークは、エアーウルフを返して欲しければ、ベトナム戦争で未帰還兵となった、兄のセントジョンの生死を確認し回答せよと政府に、要求。アークエンジェルは、 政府のホークへの逮捕に関する情報をホークに教えることや CIA の情報網でジョンを探す代わりに CIA の作戦にエアウルフを使わせ秘密要員として参加する今日はもちろん政府持ち取引をホークに持ちかけ承諾を取り付けるこれをきっかけにホークはエアウルフを使い世界の各地で様々な事件を解決していくパイロット版には テレビ放送用の CBS バージョンとビデオ発売用のムービーバージョンの二通りがあり一部 BGM と編集が異なる。ムービーバージョンが1話完結なのに対して CBS バージョンはシリーズ化を前提としたシーン。アークエンジェルがホークに今後も協力を要請する場面等が追加されている。日本では金曜ロードショーにて CBS バージョンを放送。 CIC ビクターから発売されたビデオソフトではムービーバージョンが収録されている。エアーウルフの母体となったのはベルヘリコプターテキストロン社のベル222にほぼ同時期に制作されたブルーサンダーに比べるとエアーウルフ本体や装備の性能は高等無形な設定となっているが逆にこのことが SF アクションとして痛快なアクションシーンを生み出すクボーンともなっている。 飛行シーンなどに使われた10機のエアーウルフは放映当時全米各地のエアショーのデモフライトに借り出された。観客のほとんどはテレビでのエアーウルフの性能を事実と受け止めていたらしく実際にマッハで飛行できると信じて疑わなかったようである。現実にヘリコプターが出せる最高速度の限界は約時速 400km と考えられている。撮影に使用された機体 ベル222、製造番号47085、機体記号 N3176S は、撮影終了後しばらくは、全米各地の航空省で飛行、展示されていたが、チェーンガンやターボシステム等の撮影用外装品を取り外して、元の状態に戻し、塗装を変更した上で、ドイツの航空会社に売却された。この時登録ナンバーは、 DHHS-3 に変更された。その後、救急ヘリコプターとして運用されていたが、1992年6月6日に、救急任務後の飛行中に雷雨に巻き込まれ墜落したため、オリジナルの機体は失われた。一方、オリジナルの外装部品は、個人コレクターが所蔵していたため、2006年に、テネシー州ピジョンフォージのヘリコプター博物館が、 この外装部品から直接型を取って複製し、廃棄された別のベル222に取り付けて原寸大のレプリカを作成した。その後ヘリコプター博物館が閉鎖されたのに伴い、セバービルにあるテネシー航空博物館に移されて展示されていたが、2015年にカリフォルニアの個人コレクターに売却された。2017年、ロサンゼルスで280億円で売り出された、 皇帝屋上のヘリパッドにエアーウルフに登場したとされるヘリコプターが展示された。撮影終了後に保管されていた機体をアート作品として修復したものとされているが詳細な羊は不明。塗装色はファントムグレーメタリックとほとんど白に近いパールグレーの2色でカウンターシェーディングで塗装されている。シーズン3代にはレーザー発射。 新開発レッドウルフを撃破せよにて、ハーラ・ジェンキンスは、航空学校時に同期だったホークに、ライバル心を持ち、モフェットの一番弟子となり、博士の死後、特別作戦部と協力して、エアーウルフの2号機、レッドウルフ、レッドウルフを完成させている。外見上の違いは、エアーウルフの白い部分と、機種部分がシンクに塗られ、空中給油口、ターボエンジンは搭載されていない。 主要装備のミサイルポッドは一門のみだが、連射やある程度の方向を変えるとが、可能。ミサイルは、エアウルフ同様に、ヘルファイア、コパーヘッド、マーベリックの3種を搭載、さらに機種部分に、レーザー砲が追加されている。レッドウルフとしての登場は一度のみだが、後述する、新エアウルフ復習編にて、エアウルフ第3のバージョン、スコーピオンとして映像が流用されている。 その他にも数々の実在、または架空の戦闘兵器が登場している。作曲担当は映画、コブラ、ホットショット、ネイビーシールズ、エリザベート等の音楽を手掛けたシルベスター・リーバイ。一般販売のオリジナルサウンドトラック版はない。日本では人気が高かったため、ナイトライダーとカップリングの日本録音のカバー演奏レコード、CD がスター・チャイルド・レーベル。 キングレコードから超音速攻撃ヘリエアウルフ、ナイトライダーとして1987年10月21日に発売された。編曲者は、ミノハルキ、オーケストラ曲、河江健治、シンセサイザー曲。他に、ドイツのゴレイクシスから、エアウルフワンダーウェイポンと題されたカバーバンが出て、近年再発もされたが、劇中 BGM とは似ても似つかない音楽の、 寄せ集めで、テーマ曲も、人間の口によるものらしい、チーシという、ドア閉め効果音の後に、主旋律を、シンセで繰り返すだけのものであった。もう一つ、イギリスのシルバースクリーンから発売のオムニバス版各種、ダニエル・ケイン式のカバー演奏が収録されているが、最初の感想メロディーが登場しない。この派生として、オムニバス CD エアウルフ・ヒッツ・エアクションが、 ドイツイデルトンより1991年に発売されているが、これに収録されたエアウルフテーマはシルバスクレーンのライセンス下のもので、CD のクレジットにオリジナルテーマフロムエアウルフ、オリジナルサウンドレコーディングメイドバイミシェル・ジョーンズ、プリダクションフォーシルバスクリーンデコーズ、LTD と表記されている。後年、北アイルランド在住のファン、マーク。 J ケアンズによる2枚組サントラシーリーが自主制作、半も元より権利は得ているで限定発売された。1枚目にはケアンズが耳ミミコピーで作ったより間違いの少ないカバーバージョンのテーマ及び劇ともが、2枚目にはシルベスター・リーバイ自身によるオーケストラ演奏のトラックが収録されていい。しかし2007年6月現在、再販の予定はなく、 ケアンズのウェブサイト www.ai rwolftemes.com h、e e、com では2007年クリスマスシーズンよりプロモ版収録曲の MP3 データ販売を同サイト上で実施している。またサントラ第2週の制作も予定されているものの時期は未定となっている。日本での放映日は超音速攻撃ヘリアーウルフコンプリートブルーレイボックス。 封入のブックレットによる、上記のサウンドトラックのほか、以下の関連商品が発売された。新エアーウルフ復習編、新エアーウルフ復習編、エアウルフ、アメリカでは、USA ネットワークで1987年1月23日から1987年8月7日にまで、全24話を放送。アメリカではあくまで、エアーウルフシーズン4の、 位置づけであるが、放映局は、ケーブル TV の USA ネットワークへ移っている。日本テレビ系で1987年11月から1988年3月に、渡って、水曜21時21時54分に19話、分放送。CIA 所属の秘密チーム、騎兵隊が、ホークから CIA に返還された、エアー・ウルフを駆使して様々な事件を解決する。 特撮アクションドラマ。登場人物は、前作とは異なり、エアー・ウルフを運用するのは CIA に所属するチーム、騎兵隊となり、前作でのホークとアークエンジルにあった裏取引のような人間関係の設定はない。また、エアー・ウルフのパイロットは固定されていない。前作の登場人物の出演は、第1話のホークとドミニクのみ。ホークは、 ジャンマイケル・ヴィンセントが演じた。しかしドミニクは別人が演じたかもしれない。爆破されるヘリに向かって歩く後ろ姿だけなのでスタンドインだった可能性が高い。旧エアーウルフはフィルム撮影であったが新エアーウルフはビデオ撮影がメインになった。ただし制作費の関係で予算がかかる特撮シーンの大半は旧作から流用されている。エアーウルフの舞台。 サンティーニ航空はアメリカ・カリフォルニアの砂漠地帯だが、シン・エアウルフはカナダのバンクーバーで撮影したため、カリフォルニアにはほとんどない信用樹林が多く登場したり、雨や曇りのシーンが多く、旧作からの流用シーンとの違和感がある。CIA のエアウルフ担当であったアークエンジェルは極東へ転任となりジェイソン・ロックが公認となる。前作で、 行方不明となっていたホークの兄、セント・ジョンの所在が明らかにな。ベトナム未帰還兵捜索、救出計画の指揮官である CIA の傭兵、ブーシャール大佐がエアーウルフ欲しさに人質として捉えていたのだった。ブーシャールはスパイを送って、ドミニクの経営するサンティーニ航空のヘリコプターを爆破。ドミニクの名の上サンティーニの眼前でドミニクは死亡。ホークも重傷を負う。 ジェイソンは空軍賞サマイクリバースの協力を得て、エアーウルフの隠し場所、神の谷の位置を割り出し、その場所で飛行するエアーウルフを目撃する。隠し場所に着陸したエアーウルフのコックピットから現れたのはジョーだった。三人はエアーウルフでジョンの救出に向かい、これに成功する。こうして、ジェイソン式の下で、ジョン、ジョー、マイクの四人により、新たに、 エアウルフを運用するチーム、騎兵隊が結成される。アメリカでは、全24話が放映された。日本テレビでは19話分が放映された。残り5本、下記エピソードリストの、第9話、第10話、第22話、第24話は、日本テレビでは、未放映のままだった。2007年8月4日にスーパー、ドラマ TV にて、 エアーウルフシリーズの放送が開始し、この5話分を含む全4シーズン全79話が放送されたスーパードラマ TV の公式サイト。この放送は完全版として米国放送順で放送された。1980年代に放送された時にはカットされていた部分を字幕で補い日本未放映だった5話分は全編字幕版で放送された。 2016年5月10日、エアウルフザコンプリートシリーズ DVD ボックス2本、未発売メディクリークエンターテイメント。2015年12月25日、NBC ユニバーサルエンターテイメントから、超音速攻撃ヘリエアウルフコンプリートブルーレイ、ボックス、GNXF-1984 が発売された。ブルーレイ化にあたり、 オリジナルフィルムから完全 HD 化を行い、片面2層の15枚組に、シーズン1から3の全55エピソードを完全収録した。さらに今回のコンプリートブルーレイボックスには、TV 放送時にカットされ、これまでの DVD では、吹き替えが存在せず、言語音声に切り替わった合計100分を超えるシーンに、当時のオリジナルキャスト、北イコールイソベ別とム。 ドミニクイコール富田恒成、ケイトイコール戸田稽コ、マレライコール横尾マリと2014年9月に制御したイーユミ・イエマサ、アークエンジェルの弾薬に銀河万丈を起用し追加収録した。ボックスには超音速攻撃ヘリアーウルフのすべてを網羅した40ページに及ぶブックレットを封入し、さらに初回生産分では限定特典として、 日本では手に入らないコミック帳に仕上げられた、レアデインの、エアーウルフオリジナルミニポスターを封入している。2016年5月10日、エアウルフザコンプリートシリーズブルーレイボックス、シーズン4までを含むが、ミリクリークエンターテイメントから発売、日本未発売。続編として、エアーウルフ2の発売も発表されていたが、発売中止となり、後に、 クロスファイアーとのオリジナルのタイトルで発売された。その他、アメリカのアクレーム社から、エアウルフ LCD ハンド、ヘルドエレクトロニックビデオゲーム、LCD ゲームが発売され、日本でも輸入販売が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。